よちんのビートルズ・ゴー・ゴー。はい、今回も始まりましたよちんのビートルズ・ゴー・ゴー2021年6月号 DJ のよちんです。どうぞよろしく。放送回数でいうと今回が第93回目。いやー続いてますね。ということは来年の1月が100回記念になるんですね。まずはそこまでたどり着けるよう頑張りますね。そして100回を達成した暁には10年を目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。さて今回も1曲目はこの番組でこれまでご紹介してきましたグループやユニットあるいは個人の作品から1曲振り返りお届けします。そして2曲目では大好評継続中のビートルズで遊ぼう第20作目の作品をお聴きいただきたいと思いますので最後までお楽しみに。それでは早速参りましょう。 We love the Beatles。 それではここで強力なスペシャルスポンサーイギリスはロンドンに拠点を置くビートルズマガジンをご紹介。ビートルズマガジン、ビートルズ関連ニュースは毎日24時間音源やビデオ、レアな写真や彼らの最新情報など数多く更新しています。さああなたも彼らのページにアクセスしてみてください。ビートルズマガジンはビートルズファンのための最高の情報発信ニュースです。世界中になんと3億5000万人を超える読者を持つ強力なスペシャルスポンサービートルズマガジンをご紹介しましたが、実は今から7年前の第10回放送ではこのビートルズマガジン読者数は700万人とご紹介していました。今やその5倍、急成長したんですね。いやー素晴らしい。そんなマンモスマガジンビートルズマガジンのサポートとともにまずは1曲目ご紹介しましょう。その7年前の第10回放送では関西圏で活動するトリビュートバンド2組ザ・ビートラスとミスター・ジングルズ、そしてもう一組は九州の佐賀県武雄市で開催されていた温泉でビートルズというイベント出演者からザ・アップルビーツという合計3組をご紹介しておりました。今回はそんな中からザ・ビートラスの音源をピックアップしてご紹介しましょう。元曲のご紹介はいつものようにてっちゃんから。てっちゃん、はい、鉄製です。それではうんちく語らせていただきます。この曲は1963年10月17日にレコーディングされました。ビートルズが初めて4トラックレコーダーを使用したとされている楽曲の中の一つですね。発売は1963年11月シングル版として発売されました。 B 面は This Boy、 訳してこいつですよ。イギリスでは100万枚を超える予約注文があり、発売日に全英シングルチャート第1位を獲得しています。以後5週連続で1位を獲得し、上位50位以内には21週にわたってチャートインしていたという凄さ。アメリカでは1964年1月18日付のビルボードホット100に45位で初登場。同年2月1日にはアメリカでは初となる1位を獲得しています。その後7週連続で1位を獲得し、15週にわたってチャートインしていたんですね。すごい勢いですね。さあ、7年前にご紹介していたというザ・ビートラスの I want to hold your hand、 アコースティックアレンジでストリート演奏なんだそう。楽しみですね。 Here we go。それではお聴きいただきましょう。関西で活動するザ・ビートラスの7年前にご紹介した音源 I want to hold your hand をお聴きください。 Here we go。
ザ・ビートルズの演奏する I want to hold your hand をお聴きいただきました。さあ、それでは今回も大好評企画ビートルズで遊ぼうをお届けします。第20作目ですよ。今回は数あるビートルズの作品の中でもかなり好きな方も多い曲を元曲として遊んじゃいました。アプローチとしては爽やかな女性ボーカルが歌う梅雨の時期に窓辺で雨音とともに聴くと心地いい優しさあふれるサウンドを目指しました。収録メンバーは今回ベースと12弦ギターにマージースイーツの相馬ちゃん、ガットギターにテーブルドッグのコーネル君、パーカッションには僕という3人と、久しぶりに恵比寿志保ちゃんがボーカルギターで参加。素直で素敵な歌声を聞かせてくれました。録音ではまず志保ちゃんに本ちゃん用ギターと仮歌を演奏してもらい、同時進行で12弦ギター、ガットギターのバッキングを録音。その後ベース、ギターソロ、本ちゃんのボーカル、これワンテイクですよ。そしてボンゴ、カホンという順でレコーディングしていきました。録音はいつもの神戸三宮の僕の店、ザ・ケーブ神戸で。さあ、それではこの曲のうんちく語ってもらいましょう。てっちゃん。はい、再びテッセイです。それではうんちく語らせていただきます。今回よっちんたちがチョイスしたこの曲、元曲は1965年に発売された6作目のイギリス版公式オリジナルアルバム、ラバーソウルに収録されていましたね。クレジットはもちろんレノン・マッカートニー。この曲の間奏部分ではプロデューサーのジョージ・マーティンが弾いたピアノソロが特徴的で、まるでチェンバロを弾いているようなサウンドですが、これは録音時にテープの回転速度を通常の半分に落として音を入れ、再生時に元の速度に戻すことで得られた効果ですね。余談ですが、同様な手法を使った作品で日本で有名だったのはザ・フォーク・クルセダーズの帰ってきた酔っ払い、ホラーは死んじまっただというものでした。お分かりですかね。1968年作品です。話を戻して、よっちんたちがチョイスしたこの曲は、ジョンが故郷のリバプールでの思い出の場所は人々について綴った作品で、歌詞の中にはデビュー前に不慮の事故で亡くなった親友スチュアート・サトクリフへの思いを感じさせる部分もあるんですよ。イントロや感想がとても印象的なこの曲を、今回よっちんたちはどんな風に仕上げたんでしょうか。楽しみですね。 Here we go。さあ、それではお聴きいただきましょう。ザ・ケーブ・ノーティ・ドーラーズ4分の3フィーチャリング恵比寿志保の演奏で In My Life を窓辺で雨音とともに聴きたくなる風味にしちゃった。お聴きください。 Here we go。All these places have
ザ・ケーブノーティードアラーズ4分の3フィーチャリングエビスシホの演奏で In My Life を窓辺で雨音とともに聴きたくなる風味にしちゃった、お聴きいただきました。はい、今回も2曲、ザ・ビートラスの I Want to Hold Your Hand とザ・ケーブ・ノーティ・ドーラーズ4分の3フィーチャリングエビス・シホの演奏で In My Life お聴きいただきましたが、いかがだったでしょうか。ザ・ビートラスはメンバー変更はありましたが、現在も活動継続しております。ぜひ彼らの企画運営するビートルズ・ストリート覗いてみていただけたらと思います。場所は大阪南港 ATC 特設会場、観覧無料です。そして我々ザ・ケーブ・ノーティ・ドアラーズ4分の3フィーチャリングエビス・シホ、お楽しみいただけましたでしょうか。実はこの曲、シホちゃんボーカルで聴きたいというリクエストをいただいておりまして、ようやく作品化できました。長らくお待たせしました。シホちゃんには何度かレコーディングに参加してもらっていますが、キャラクターもさることながら声質も心地いいので、きっと今回の作品も気に入っていただけたのではないでしょうか。我々も引き続き次回以降も頑張りますので、応援よろしくお願いしますね。さて、先月末をもちまして締め切らせていただきましたビートルズで遊ぼう満1年記念 CD プレゼント企画第2弾、お申し込みいただきました方にはこちらからご連絡しておりますので、ご確認ください。ご応募ありがとうございました。はい、ということでそろそろエンディングです。世界中で国境を越え、世代やジャンルを超えて愛され続けるザ・ビートルズ、彼らの楽曲は彼らを愛する人たちの共通の言語といっても過言ではないでしょう。彼らにインスパイアされ、楽器を持ち、彼らの歌を歌う者同士なら、とてもシンプルに心を一つにできる。いやー、ビートルズって本当に素晴らしいですね。よっちんのビートルズは55、今回はここまで。また次回をお楽しみに。ラスクラテの演奏する竹内まりやさんのマージービートで歌わせておバックに、See you next time! バイバーイ!